あ。はい。こんにちは。こんにちは。速稼塾の子です。ようこそ、広島へ。いや、なんか変な感じですね。まあ、なんかね、さっきも動画送ったところなんですよ。はい。二人で出てますよ、ここ。ほんとさ。いつも一人になりました。二人で。たまにはね。年に一回ぐらいはこんな機会がね。まあ、ね。いや、さっき結構ね、だいぶ1時間ぐらい久保さんと、はい、普通にプライベートで話してたんですけど。ちょっと公開できないですね。そうそう、いろいろと。いろいろと。ありますね。なんかテーマは何話そうと。あ、そう、続けられない、うん、その、最後の億万長者合宿の、レイジのやりとりが、なんか続けましょう。まあ結局なんか続けましょうみたいな、そうですね、やりとりしてるんですけど、うん、その、続けられない人に対して、なんかこう、テーマでいきましょうか。もういらきついですか、もう。なんかね、結局は続かない人ばっかりなんで、続けたら、成功しますよってことなんですけども、はい、ネオ FP の件は大丈夫ですか、言っても。ネオ FP の件は大丈夫ですよ。あ、うん、でもあれも続けたからですよね。彼はだから2013年に僕の速稼塾に大規制で入ってきて、はい、それからセルフバックしっかりやって、セルフバックを活用したコンテンツを作って、はい、最初の壁ってのはその20万30万の商品を売ることにすごい抵抗があったんですよ、うん、あ、言ってましたね。セミナーにもね一回出てきてくれて、うん、はいはい、うん、せいぜい3万5万って考えたらしくって、うん、そんなんじゃ一緒にやる意味がないから、うん、ここはやっぱり壁をね、販売者の方も変えていかないといけない、超えていかないといけないから、はい、これはちょっと20万でつけていきましょうっていうふうに最大限譲歩して20万にしたんですよね、うん、で当日中の申し込みについては16万8000円するっていうことで、うん、これで売れなかったらもうやめようって話したんですよ、うん、そしたらまあ終わりましたって感じで勇気を出してやってくれたら、まあその日ね、参加者のうちの7割ぐらいは買ってくれて、うん、その金額にもかからず、うんうん、でまあ彼もね一つ壁を越えて、それから今に至るんですけども、今ほら、あ、じゃあこのテーマいきましょう、うん、まあ、続けるに関してはもう続けてるんで、うん、もう相当続けてるんで、うん、その価格設定なんですよ。あ、価格設定ね。そう、そのまあ僕とか久保さんもね、まあ、この家を変えた理由は、うん、商品がこう自分の商品を作ってそこに価格をつけてセールスができたっていうところがあるんですよ。これがなかったら無理ですよね、うん、無理ですね、うんうん、だから当時速稼塾の一番初期は、19万8000円ぐらいで、19万8000円ですよね、ポータルサイトで、はい、でそっか一番ですよね。そうですね、うん、だからそれができたんですよ、うん、だから要は19万8000円、約20万円だから、まあ5人打ったらもう100万じゃないですか、うん、だからここぐらいの価格ですよね。だからまあ1000円とか3000円とか5000円ぐらいは、まあ頑張ればそんなにマインドブロックとかないと思うんですよ、うんうん、いらないですね。いらないですよね、うん、でもそれが10万を超えていく、20万とか、その売上をしっかり上げる金額、特に個人でやってるんだったらそこはつけていかないといけないわけなんですけど、うん、これどうやったらその今まで値札をつけたことがない人が、うん、その高い金額をつけられると思います？これね、なんかね、はい、ずるい言い方になりますけども、はい、まずは30万とか50万の商品を買ってみて、きちんとそれを活用して分解してみることじゃないかと思うんですよ。このぐらいのだったら30万で通用するんだ、実際自分が買ったからっていうところで、まずマインドブロックが裏側から解けていって、だからそのレベルの商品作った時には堂々と30万というふうにできると思うんですよね。それを超えていくと、はい、そんなに高いレベルじゃなくてもきちんとね、必要なものが作れれば必ず30万50万で喜んで手に取っていただける方がいるっていうことに気づくと思うんですよね。うん、だからね、むちゃくちゃな金額つけてるようでも、それが誰にとっての適正金額かっていうのを探すだけなんで、あとは媒体の広さですよ、それはね。で、肝心なのはその発信してる人がちゃんと要求するようなことをね、購入者に要求するような継続とか、まあ、根性みたいなことをね、うん、やってるかどうかってとこじゃないですかね。それがないのにただ売っただけでは、はい、なかなか売った後に申し訳ないですから残っちゃうんで、うん、これだけ頑張ってたんだからいいだろうこの金額でもって言えるぐらいの自信を持ってね、うん、やっぱり30万50万って金額つけていただければ、そんなに齟齬は生まれないと思うんですけどね、うん、多分あれなんですよね。僕結論というか、まあ、いろんな側面で回答はあるんですけど、うん、その高い金額が僕打ち出せない人って多分自分視点だと思うんですよ、うん、どういうことかっていうと、要はこのお金を、こんだけ高いお金をお客さんに提示したら嫌われるんじゃないかとか、うん、クレームがあったらどうしようかとか、うんうん、こんな商品の中身で30万で大丈夫なのかなとか、結局多分値札がつけられない理由って自分視点だと思うんですよ、うんうん、いや逆にお客さん視点だったら、いや30万チャージしてもこれだけの内容作ってやるとか、30万チャージした分以上の、じゃあそのサポートしてあげるとか、そのお客さんのためになるわけじゃないですか、うん、そしたら、うんうん、だからなんかそこなのかなって、結局その、うん、なんか
自分のことを考えてるというか、自分ができなかったらどうしよう、クレームがあったらどうしようとか、うん、確かにね、はい、多分なんかスクールウォーズ系で言うならばビビってるだけかなっていう、その気持ちよくわかりますあのきっとね、そうなんですよ、30万という値段をつけただけの、はい、ケツが持てるかっていうところに自信がないから、そうなんですよ、妥協して値段下げてるっていうか、ね、はい、それは自分への弱気だと思うんで、はい、それはやっぱり100万お客さんからいただいたら100万以上の働きしようっていう根性がこう座ってないといけないですよね、うん、だいつでも逃げりゃいいよ、偏見すりゃいいよって気持ちの人はやっぱりできないと思いますよ、そういう感覚は、うんうん、やっぱりね、人の痛みを知っていくっていうところがそこら辺では重要なんじゃないかと思います、うん、300万払わしたんだったらこのぐらいのことやってやるぜみたいなね、うん、1000万払わしたんだったらここまでの細かいサービスするぜみたいな、そのレクサス魂っていうんですかね、うん、レクサス魂、レクサス非常階行っただけでももう神様みたいな扱いを受けるんで、あ、そうなんですか、もう何回も行ったんですけど、ね、気持ちよくなるばっかりですね、え、マジですか、マセラティとか、はい、僕あのね、クレジットカードの関係で招待状来るんですよ、はいはいはい、で行くんですよ、はい、そしたら本当にね、すごくもてなしてくれるんですけども、乗っていた車が中古のセルシオだった時は試乗させてもらえなかったですからね今だからトランザムで行くようにしてるんですけども、はい、割となんかトランザム見に来てくれて、はい、大事に乗られてますねみたいな感じでね、でレクサス乗らせてもらったりとかして、はい、で結構ラグジュアリーな、サービス受けさせてもらってね、はい、うん、まあ、で、まあ、僕は年収かく乱とかいろいろあるんですけども、はい、それも YouTube 見てくださいって言ってチャンネル登録増やすみたいなねせっこい、こすいっすね、次行った時見ましたよとか言ってくれたんで、はい、市場からのところ乗せていいですかって言ったら、それは会社的にダメなんですけどって言われましたけどね、はいはい、でもね、1万人の登録者でレクサス乗って、いや快適でしたよっていう動画良くないですかみたいなこと言ってたんですけど、もうちょっと考えさせてくださいっていうふうに私の地区では言われましたけどねなるほどどこ行ってもね、営業してますね。そうですねすごいですね。だからこの前ね、あの何ですか、ロースクール、あのインターナショナルスクールの見学会に行った時も、はい、いろいろ聞かれた時に YouTube やってるんで見てくださいって答えて、職業があったら YouTuber ですって答えましたからね、じゃあチャンネル登録増えてましたよすごいですね、でも久保さんの強みって、僕ね、あのどこでも自分をアピールするっていうね、あの一番最初僕がやっぱ久保さん面白いなと思ったのが、久保さんって iPhone のケースに、吉田さん見てください、これすごいでしょみたいな、画期的でしょみたいな、 iPhone のケースにこの今はないですけど、こう速稼塾みたいなね、そうそうそう、あって、これってセミナーするじゃないですか、こう撮ってくださいって言ったら、こう みんなに見れるんですみたいな、だからそのセミナー行った後なんか写真撮るじゃないですか、セミナーとかで、その時に iPhone ケースがここに速稼塾って出るっていう、そうですねそれも計算にしてここに入れてるみたいな、はい、うん、いやかつてね、インターネットスクール、はい、東京に行った時も、はい、必ず自己紹介の時、広島の久保です、もしくは速稼塾の久保ですっていうようにしてましたから、ね、そこでも宣伝して、でカメラ撮影する時にも速稼塾みたいな、そうこうやってね、今はナイトライダーなんですけどね、はい、ね、うん、いやあれ懐かしい、だからあれね、自慢げに吉谷さんこれ、うん、画期的なアイデアでしょみたいな、うん、どこ行っても速稼塾みたいなだ結局私はね、どこ行っても結局自分の視聴者さんとかファンを増やすためにもう24時間気を配ってるとか、いわゆるセールスしてるわけですね、結局はね。この自己 PR できない人って、まあ久保さんも PR しまくってきたわけじゃないですか、はい、広島の久保ですみたいな、このネットで稼ぐってことは、まあネット以外のもそうなんですけど、普通のビジネスで PR 活動が必要なわけでしょ、うん、そうですね、知ってもらわないとそもそも売れないじゃないですか、うんうん、多分世の中でめちゃめちゃ美味しい料理を作ってる飲食店もあるだろうし、うん、美味しい野菜を作ってるとこもあるだろうし、でも知らなかったらそう食えなくないですかって話を、うん、そう、だから知ってもらうっていうのはもう絶対必要なんですよ、うん、だけどなんだろうな、その PR 活動はあんまできないというか、うん、それなんでだと思います、まあなんていうんですかね2つぐらい理由があって、はい、まあ、一つ目は単純に恥ずかしいわけです。ああ、そうですね。で、二つ目っていうのは、顔出しが、みたいな。そうそう。不特定多数の人に見られたらどうしようみたいな、ね。そうそうそう。見られないっていうのそう。まず、だからこの前もあったんですけど、いや、再生数今何ぼですかと。いや、1とか0です。え、1とか0なのになぜ気にしてるの、どこに気にしてるんですかと。いや、再生数100歩譲ってですよ。再生数が何百何千あるんだったら、それは見られてるんで気にしてもいいですけど、今0とか1で見られてないのにどこを気にするんですかみたいな話をしてね。うん、あ、確かにそうですねみたいな見られてないのに気にする、はい、そうなんですよね見られないと意味がない YouTube で見られることを気にして、しかも見られてないみたいな、ね、トリプルの、ま、このねパラドックスがあるんだけどあるあるですね、うん、だから僕はね、いつもね、コンビニでバイトがもっと太って
定多数見られてますよって、うん、1日の来店客数800人ぐらいでしょって、うん、怖いじゃないですか、名札もついてて顔さらしてて、うん、金出せって言われたら逃げられないですよって、うん、YouTube はボタン押したら終わりですからみたいなね、うん、そうそう、コンビニの方がね、うん、金出せって怖いですよ、うん、コンビニよく勤められるなみたいな思いますよね顔出ししてね、顔出しして名前もつけてね、なんか学校の先生はもっと怖いですよ、現金そこにあるしね、そうそうそう確かに、だから思い込みの怖さっていうんですかね、うん、ずっと続けてきたことっていうのは恐怖心ないけども、うん、新しくやることにはまだ見えない怖さっていうのがやっぱかなりあるんですよ。そうですね、そう、うん、そうそうだと思います。で僕はだからまだやってないことには限りないチャンスがあるとしか思ってないんですよ、この思い込みの逆ですよね。ああそれいいですね、楽しすぎるんですよね、うん、思い込みの逆ってなかなかいいんじゃないですか、うん、僕は思い込み革命って自分で名付けていたんですけどね、うん、思い込み革命、うん、かつて出版もしたんですよこれ、お客さん2人しか来なかったんですけどいい思い込み、うん、だからどう思い込むか、自己暗示とか、はい、その自分にこう、うん、すごくね暗示をかけていって、うん、もう思い込んでいくって感じですね、うん、自分は人気者になるに違いないと思った方が、自分は人に嫌われるかもしれないって思い込むよりも絶対いいんで、はい、そういうふうに前向きに捉えていって、悪いことがあってもこれは自分を鍛えるための種なんだ、試練なんだと思えば前に進めると思うんですけども、うん、だからなんかドラッカーさんのね、そのトラウマは存在しないみたいなのを、まさに僕はそれを言ってる。まあなるほどね、できない理由を過去のことに求めているとか、自分の生い立ちにいつも原因を持ってきてそれのせいにしてるとかっていうんじゃなくて、まだ見えてないこれからの自分の人生には無限のこの可能性があってね、それをつかみに行くために未知の領域に足を踏み入れるのは当たり前のことであって、今までと同じようなことしたら結局今までと同じような人生が続くだけなんで、それは逃げたいでしょっていうところが多分変わりたいっていう言葉に込められてると思うんですけどね。なるほど。だから変わるためにはやっぱ変わったことしなくちゃいけないですからね。うん、2つ目は、あ、今2つ。あ、今だから、ね、はい、怖いなっていう気持ちと、うん、はい、不特定多数に見られたらどうしようって、まあ、似てますけどね。恥ずかしいのと怖い。恥ずかしいのと。なるほどね。で確かに恥ずかしさはあるんですよ。なんか、うん、自分のたどたどしい喋り方とか、こんな顔で出ていいのみたいなね。うん、いやでもね、これね、僕がそれを恥ずかしいをね打破する方法があって、はい、はい、これは僕が使い続けてきたテクニックです、うん、これ完全テクニックなんですけど、僕は世の中を見て、まあ、映画好きですよね。映画好きです。で僕は映画も好きなんですけど、やっぱあの南の帝王もちょっと話してたんですね、うん、撮影する前に、はい、そう、じゃあ竹内力さんのすごいところって、南の帝王のあの役もできれば、なんか超ふざけてる役もできるんですよ、うん、そうそうそう、ね、うん、超ふざけてる映画もあるんですよ、うん、マジでみたいな、うん、で竹内力さんのインタビューで、いやあの、まあ、今のね久保さんが話してくれてたようなことも言ってたんですけど、うん、いやどんな役にも挑戦してどんな役にもなれるっていうのは役者なんじゃないかっていうことをなんか言ってたんですけど、うん、僕はその YouTube に出てる僕は YouTube の吉谷っていう役だ、僕本当の僕じゃないと、うん、だからその自分を出すのはしんどいと思うんですよ。だけど仕事の役者、いやこれ今日はぬいぐるみ、例えばねアルバイトでね、今日はぬいぐるみ着る役だよみたいな、それお金もらって給料もらうから多分できるはずなんですよ、それ、うん、できますよね、できます。なんか仮面かぶってなんか今日そういう役だよみたいな、うん、仕事だよってなったら多分できると思うんですよ。でなんでできるかっていうと、それ仕事でやってるし、うん、役なんですよ、うん、っていう自分から外す、うん、役者としてやるっていう、これが僕のポイントですね。まあその部分ありますね、やっぱりね、うん、なりきっていかないといけないところがあったり、うん、やっぱりその自分の元々の自分が傷つけられてるわけじゃなくて、演じてる自分が傷つくことはあっても、役を離れたらね、やっぱり自分自身戻れるっていうか、あ、そうそう、俺じゃないしみたいな、それは YouTube の俺だから、はい、まあそういう考え方とてもいいと思いますよ、うん、だから要は何かあった時も、いやあれはもうテレビ上のことで、うん、みたいな、そうですね、うん、本当の自分ちゃうしみたいな、うん、まあ確かにね、でもまあ結構吉谷さんそのままですけどねいやでも僕ははっきり言うと、本数やりすぎて、うん、そうなってきたって話です。ああ、なるほどね。だって元々僕喋ってないですもん。確かにそれはありますね。いや、僕本当にあれですよ。カメラマンっていうか、裏方だったんで、うん、コピーライターでしょ、あとカメラマンでしょ、編集でしょ、うん、あと、あの、ライブのコメント読み上げくん。うん、自分で喋るってことほとんどしてないんで。まあ、確かにそういうところはありますね、うんうん、だから積み重ねていくその経験の中でいろんな自分を演じれるようになったところがあったりとかね、うん、それこそその顧客になりきるところもあったり、まあ、いろんな方を演じれるっていうのは YouTube の
いいところなんじゃないですかね、うん、こう自分を鍛えれるっていうかね、うん、いやそうじゃないとできないですよやっぱり、ね、うん、だから僕は役を演じて役がその人生になっちゃったみたいな、うん、ちょっと特殊なんですけど、でもこれ本数やるとそうなると思います。あ、そう、うん、よくわかりますそれ。あの僕もね、だからね、久保哲郎っていう人間を生涯かけて演じてるようなもんなんで、ある時はこんな側面、ある時はこんな側面で、だからね、麻雀店をやってた時とか、その前サラリーマンやってた時っていうのは、サラリーマンになろうと思ってやってますからね。あ、まあ、カチッとしたサラリーマンで、はい、残業も24時間働けますよみたいなね、本当になりきってたんで、うん、楽しかったと思うんですよ。うん、だからいちいちやってることに不満を鳴らしたりとかね、自分のできないをそこで強く押し付けていったらすごいね負担だったと思うんですけども、うんうんうん、やるんだったらサラリーマン徹底的にやるぞとか、やるんだったら麻雀突き詰めてやるぞみたいな、その場所までなりきって、で今の暮らしになってみたらそんなことも完全忘れて、今はマイホームパパを演じてますからね。隠居みたいな、ね、そう、隠居、どこまでなんか理想的なパパになれるかなっていうことに挑戦して、いや今日朝訪れた時ね、久保さんの隠居のオーラがやばかったですよ。のほほんとしてて、ああ吉谷さんみたいな。こんな感じでね、出迎えられて、マジ隠居やなみたいな。しかもね、ちょうどいい感じの日差しで、こぼれ日というか、神様、そう、庭があって、うわ、なんか隠居しとるなみたいな。うん、マジしてますね。すごい平和な、なんか日常にこう、今日見れたなっていう。いやでも実際社会活動離れてるんでね、もうほんと世間知らずになっちゃって、いやちょっとどうしましょうみたいな、その感じありましたね。匂いが本当になんか逸脱してましたね、あの世界観。やっぱ庭があるでやっぱちゃいますね、なんかね、なんかね、あれね、ここの庭はね、僕自身いいね、庭に出てなんか癒しをいただいたりするんですよ、はい、まあ、いや庭でその格好だったらマジで完全に出てますよ。これこうやってみたいな感じで椅子出して座ってね、コーヒー飲んでますから、ね、庭でこれやりたかったんだよみたいな、こっち見たらキットあるみたいな。いやマジ出てましたね、うん、今隠居を完全演じてるってことですね。だからね、もう隠居ってこんな感じなんだろうなみたいなね、江戸時代を思い浮かべながら、だから江戸時代って隠居制度ってあって、40代からもう仕事せずに食わしてもらってる多分時期だったと思うんですよ、はい、まあ位の高い人だと思いますけどね、はい、多分そんな感じで隠居ってのがあって、だからこそ若い頃は一生懸命頑張れたりとか、うん、で今はだいぶ時代が違いましたけども、隠居って方はとにかく知恵とか知識持ってて、はい、で困った時はご隠居さんに相談だみたいな、それで人脈もあるとかね、はい、で隠居がちょっと一声かけたらこっちのみんな黙るみたいなことがあって、睨みを利かせた部分があるんですけども、最近はその隠居にならなくても、それこそね、10代でもサラリーマンでも普通の人が情報を駆使して、まあ悪い方すればね、人を言いくるめることができるんですよね、知識で論破することができるから、知恵とか知識で勝っていくことができると思うんですよ。ただ肝心なのはそれを発信してるかどうかなんですよ。まあそうですね、物知りになってても発信しなければそれが誰にも伝わらないから、何の威厳も感じさせることができないし、情報とか知識で差別化できないんですよね。で自己意識ばっかり高まっていくんで、自意識ばっかりで、本当は俺はこうやったらできるのにっていう気持ちが高まっていって、あの過ごしているその環境とね、すごくこう乖離ができちゃって不満が募るのかな、だからコメント欄が荒れるんじゃないかと思うんですよ。コメントではむちゃくちゃ言いたいことを言うんですよね、私の YouTube とか見てみると。でもいや、それすごい意見なんで、あなた YouTube で発信した方がいいですって言ったら、いやいやとてもみたいな感じでね、いやむちゃくちゃコメント長いやんだよ、これ俺が読んでるだけじゃダメだよって、みんなにもっともっと知らせていかないとみたいな、そういう方も。あ、でもそのツッコミめっちゃいいっすね。いやそれ自分で発信すればええやんっていう。そうなんですよ。そう、そのツッコミいいっすね。今日もね、あの僕その持続化給付金とかについてのコメントがすごい来るんですよ、はい、もう40本ぐらい撮ってるんですけども、はい、まあ、あのシリーズですね。そう、あのシリーズ総再回数再生回数50万回になってるんですよ。そうあのシリーズ、うん、あれかなりもう日本トップクラスじゃないですか。あれ多分あれ僕ぐらいしかやってないんで、あのシリーズはあんまりやってる人いないんでね。そう、うん、でありがたいことにすごくアクセス集中してるんですけども、はい、でもその中でね、あの正しいかどうか分かんないけど、うん、むちゃくちゃ理論立てた、うん、こういう考え方が今の日本に足りないんだっていうのを長く書いてくださる方がやっぱり出てくるんですよ、うん、でこなんか動画を上げるためにそれを書いてくるんですよね、うん、だから僕はそれがね、いいか悪いか分かんないけど、うん、これは、まあ、僕が一人が読むんじゃなくて、うん、あなたが YouTube で発信したら絶対いいよっていう風にやるんだけども、やってくんないんですよね。うん、だからちょっと恐れがあったりするのかなと思いますし、自分がやってくらいじゃ何も変えられないんで、久保さんにお願いしますって言うけども、うん、まあそのコメントをね、紹介することはできるけども、うん、それについて自分が賛同してるかどうかってところまでは付け加えられないんで、やっぱり自分自身の発信した方がいいんじゃないかなと思うような動画も今朝ね、ギリギリで撮ったんですよ、吉田さん来る前に。あ、そうなんですか。うん、このぐらい考え方はむちゃくちゃいいんで、はい、正しいかどうかは分かんないけども、自分で発信するような癖をつけていかないと、うん、やっぱりね、何にも変わんないよって。
で日本人は口だけばっかりだよみたいなことをコメントで書く人もいるんですけど、うん、まさにあなたじゃないかみたいな。なるほどね。もうなんかすごくね、言ったことによって言った人が追い詰められる例ってのは結構あって、あ、それでも面白いですね。で僕はね、なんか結構逃げ場があって隠居なんで、はいはい、いやすいません社会から離れてるんで本当わかんないんですよって僕が間違ってましたって言ったら全て済むんで。なかなかいいブランディングですね。隠居は楽という、ね、まあ隠居は楽ではないけどね。楽じゃないですからね。隠居は楽まあ確かに、まあ世間から外れてるんで、はい、わかんないんです。確かにわかんないというかね、ずれてるなと思います。まあ、ですので皆さんからいただくコメントで、あのいわゆる多くの方の苦しみとかね、はい、あの悲しみとか、あのてから励みとかっていうのが、あ、こういうふうに渦巻いてるんだなっていう、もう本当 YouTube って勉強になるなと思いますよね。発信と同時に受信ができてるんで、すごく YouTube はそういう意味でもう離れられなくなっちゃったかなと思いますよね。なんか僕は YouTube ずっと、まあ結構日本トップクラスでやってると思うんですよ、うんうん、本数に関しては。そうですね。だからさっき久保さんの自己暗示みたいなのあったりとか、うん、なんか自己この久保哲郎、ね、久保哲郎を演じてるんですよみたいな話があったんですけど、うん、毎日自分との対話なんですよ。そうで独り言を言ってるんですよ、うん、でこれってやりきった僕とか久保さんは分かると思うんですけど、うん、毎日自己暗示とかその自分を作り出してるんですよ、うん、その理想の自分を。そうですね。でそれを言葉にして発信してるんで、うん、これ最強だなと思いますね、うん、なんかよくセルフイメージとかなんかそういうが、うん、なんかそういうのやり方とかあるじゃないですか、うん、いや毎日自分と対話して自分の理想像をこう喋るというか、こう、うん、これはねすごいプラスになるなって、プラスになったんで、うん、はい。まあ、確かにね、人それぞれ自分との対話って皆さんされてると思うんですけども、自分との対話ってしないですよね。だって鏡に向かって喋ります、うん、ああ、喋らないですね。喋らないですよね、うん、確かに。カメラだから喋れるんですけど、カメラだから喋れる。そう、うん、鏡に向かってでも喋ってるようなもんですからね、インカメ撮ってるんで。いや、本当そうですよ。いや、そうですよね。本当その通りで、うん、だって本当傍から見たら気持ち悪いですよ。気持ち悪いですよ。だってカメラに向かって喋ってるだけなんですよ、うん、今だったら2人なんでね、うん、相槌打ったりとか、はい、なんかそれについてあこう思うようなあるやり取りがありますけど、はい、1人の時何もないんで、あそこの部屋でね。そう、あの部屋で。あ、それあるじゃないですか、久保さん、あのカメラ、あれ役に立たなかった。良すぎて役に立たない。あのなんか最近画質のね、あのいいカメラをね、これこれ、そう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 、それこ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 れ、この全てのね Vlogger の、そうそう、憧れの機種10万円ぐらい、ね、10万円もしたんですよ。これこれでなんか送ってきたんですけど、まあ結局前に戻りました、ね、そう、これはね画面が良すぎてアップロードに時間がかかるのと、まあね簡単なように見えてやっぱり使い慣れたのがいいですよ。で私が思うところ、画質がいいからって言って別にファンが増えたら減ったりは私のレベルではしないですね。もうちょっと高いレベルいったら大事なんでしょうけどもね、うん、そういやでもね、久保さんは今のね画像画質が一番いいと思います、うん、いや昭和テイストがいいんじゃないですかね。あの荒々しい、うん、そう、前に比べたら良くなったんで、あれでも。いやこれね、これで動画送られてきた時になんかね違和感しかなかったっすね。そうですね。なんか隠居してるんだけどめっちゃ綺麗みたいな。そうそう、やらせみたいになるね、逆に。そう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 。いやこれね、うん、まあやってみないと分かんないですけどね。そうですね、うん、なんかこれをなんかメインにしようと思ったらならなかったと思う。だから最新のものがいいわけじゃないんで、マイク何使ってますかとかね、カメラどれがいいでしょうかって質問はあんまり意味ないですよ、うん、やってる人はそんな質問しないですから、うん、じゃなくてあのなんですかね、今のままでやればいいんじゃないですかね、うん、できてないよりは何でもいいから、ズタボロでもいいから手札のカードを使った方が絶対いいですよね。いや、まあ、結論カメラは iPhone が一番いいです。いいですね、うん、本当いいですね。一番簡単だし便利だし軽いし、うん、撮影もずっと回しても持つし、うん、だこれ何時間、まあその容量今結構128とか200何歩とか、うん、僕512GBのやつなんですけど、うん、まあずっと撮れますよだいぶ、うん、そうそう。これあれですよね、あの1時間ぐらいですよ、うん、やっと。そう、画素数が良すぎてあんまり、まあそうですよね、バッテリーが持たないっていうかね、熱くなっちゃったり、はい、iPhone の一番画素数低いやつのが一番ずっと撮れるんで、うん、ね、軽いし軽いし、うん、だから iPhone の 4S とか中古でね5000か1万で買ってやればいいんじゃないですか。最もいいカメラだと思います。良し悪しですね、うん、だからあの、まあ、良し悪しです、うん、何がいいんですかじゃなくて今すぐやりましょうですけどね、うん、
いろいろとね、うまくいってる人の経験というのは参考になるんですけども、でも自分の経験じゃないんで、そうですよね、これとかもそうですよね。そうそう、これ YouTuber が、ね、めちゃめちゃ紹介してましたから、ね、そうそう、僕もいいなと思いましたもん、これでしょ、うん、でもね、ね、動画1万本以上アップロードしてきて、これが使えないっていう意見もあるんですよ俺らしくないみたいなね自分でもそう思ってるんであ、思ってますしかも機能性悪いし、いや、なんか、ね、顔が綺麗になりすぎて、で、なんかあれでしょ、うん、なんか一定の効果があるんですよね、美肌効果。あ、ダメだなと思って、ね、俺は向かねえなとそもそも美肌じゃねえしみたいな、ね、やっぱり中年男性はね、汚いところは汚くずった方がいいかなとやらせっぽい、とにかく綺麗すぎてそうそうそう、これやらせっぽい、やらせっぽい、嘘に見えるそうだからね、これね、やっぱ結局確かに参考にはなるんでしょ、うん、だけど自分でやってみないと本当に何も始まらないし、はい、何も分かんないでしょ、うんうん、だから、そうですね、成功してる人の話だったりとか悪くないですよ、うん、まあその本質的なところ共通ポイントみたいなのはあったりするので、うん、ただし自分の成功法則とは違うってことなんで、うん、そこを理解した上で自分の成功法則作らないといけないですから、そのためには自らやってみるっていうことをやらない限りいつまでたっても無理ですよね。ただいい話聞いて終わるみたいな、うん、終わるんですよ、うん、確かに成功者のやってること、そっちの方向に向かうと成功の確率は上がるんですけども、でも結局はね、自分が歩いてきたその足跡を見て修正していくしか自分の成功のルートって引けないと思うんで、 YouTube なんてむちゃくちゃ正直で、やっぱね、100本とか1000本とか動画撮ってみると自分のアナリティクスが最も参考になるんですよね。あ、そうなんですよ、そうなんですよ、だから他人のアナリティクスはダメですよ。だからそのアナリティクスにもうノウハウが溜まってくるんですよ。そうそう、それ日々見れるんで、ただこれは自分でこの続けないとアナリティクスのデータこう動かないんで、なんか他人の、ね、データはね、本当に大したもんだと思うんですよ、どれもこれも成功者の方がね、うん、でもそれ自分に当てはめるとなると、ちょっとやっぱりそうじゃないなと。カメラもいい例ですよ、うん、ね、なんか Vlogger の人これめちゃくちゃ勧めてて使ってると思うんですけども、私に合わなかったと自分で判断できるし、やっぱりね、そういう人がその顔でその声でそのテーマでやってるから合致するんであって、まあ、隠居でね、このカメラ使ってますって人は一人もいないんでね、私もだから使えないというか確かにね、だからサラリーマンさんはサラリーマンさんなりのなんか表現があると思いますし、うん、主婦の方は主婦の表現だから、らしいってことがすごく大事なんだ。らしさ、らしさ大事ですね、うん、だから僕もね、これ何回も失敗してるんですけど、これ前ちょっとね、びっくりしたお客さんの声がありまして、うん、まあ僕ドローンも飛ばして 4K、まあ、一眼レフも持ってるんですよ。で編集も一応ちょっとはできますよ。でそれでプロモーションしてたんですよ、うん、で最後販売日でお問い合わせ来た時に、吉永さんと、すいません、今までそれ40本ぐらい撮ったんですよ、うん、編集して、うん、で、吉永さん、編集すごくされてたんで僕に向けた動画じゃないと思ってましたみたいな、だから今まで見てなかったんです、うん、だから僕のスタイルってこんな感じなんで、うん、だけど編集してなんかオープニングとかあって、うん、いや僕は向きじゃないなと思ってました、うん、ただ最後のセールス見て、あ、これはと思って見直して、うん、今お問い合わせしたんです、うん、つまり編集して、編集したから見られないっていう、うん、それもありますね特にリピーターを主に使ってたら、そう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 、新しいこと挑戦したらね、なんかちょっと寂しい気がするんですよね。あ、そうそうそう、行っちゃったみたいな。あ、吉谷さん、そいつもの吉谷さんだから、結局この前僕300万ぐらい上がったんですけど、売り上げ、うん、すごいですね。これだけなんですよ、うんうん、iPhone ってか、ウェブカメラですね、前。いや、わかります。だからまあ結構いろんな経験してきたんですけど、うん、やっぱ自分らしさって大事ですね、うん、すごい大事ですね、うん、だからね、まあ、僕がタワーマンションで LINE アット登録お願いしますって言ったらダメなんですよ。そうす、絶対ダメなんですよそれちょっときついですね、うん、だからやっぱり視聴者さんには発信者さんへの期待とかイメージがあって、それを大きく壊されると裏切られた感とか言っちゃった感があって、うん、そこでもうなんか関係性離れていくんだろうなと思うんで、うん、この人だったらこれ分かってくれるんじゃないかなっていうところに何もか答えていかないといけないと思うんですよね、うん、だからそれが本心で発信している自分だと本当に一番やりやすくって、まあ、無理をしないその自分らしさっていうのかね、うん、そのらしさっていうとすごい曖昧なものになっちゃうんですけども、うん、でも確実に存在するんですよね、まあまあまあ、あなたらしさとかね、はい、まあだって、うん、その人しか持ってない顔も目も鼻も、うん、そう、もう完コピの人間なんていないですもん、ね、いないんですよ、みんな違うんでね、うん、そう、声のそのトーンとかね、波長とかも全部違うし、うん、
同じテーマでもファンが分かれるっていうのはそういうことなんでしょうね、うん、僕暗号通貨の発信してる時も、うん、なんかね分かんないですけども視聴者の方に言わせると久保派閥っていうのがあってで何とか派閥っていうのが3種類ぐらいあって、うんはい、でお互いに対立したらしいんですよ、はい、あいつの動画を見てるなんてけしからんみたいな人がいたりとかね、はいはいはい、そういうこと後で知らされてあやっぱり期待してるイメージってあるんだなと思って、うん、僕は常に和室で語ってるのがよくって、はい、これがかっこいいところで喋ったらなんかやっぱり視聴回数落ちるわけなんですよ次の動画が、はい、だからやっぱ期待してるのってのはあこの人は他の人と違うような形で喋ってて、うん、なんか信頼性があるなっていうのをやっぱ崩さない方がいいのかなと思うんで、うん、基本的には和室で喋ってて、うん、で出張で別のところで話す時もできれば和室を借りてそこで同じようなイメージで喋ってるんですよ、すごい。だからこの前ねあのどこだったかなあの長楽園っていうね温泉に行ったんですよ、はい、家族でね、はい、その時も発信してたんですけども、はい、わざわざ和室を借りて後ろが似たようなところで喋ってたというねうん、だそれがなんか視聴者さんの期待に応える要素の一つかなと思うんで、あ、まあ、無理にねカッコつけたりする必要もないし、あまりにも自分を逸脱したようなことをやることもないですしね、うん、まあ、やるとしたらなんか断りを設けた方がいいですね、うん、次回はこんなところからやりますみたいな感じで、やっぱ予告しといて、まあ、ちょっとね、こう違和感を和らげるみたいなこともいるのかなと。なるほどね、だからやっぱ僕はねそのタワーマンションに住まなくてよかったなと、うん、その中古物件がいいかな庭付きであ、まあ、僕はまあ田舎暮らしが好き、田舎っていうかそれが良かったんで、うん、まあ、今は良かったですけど、うん、まあでもね東京がいいっていう方もいらっしゃるので言いますね、うん、まあ、それはそれでいいと思いますけど、はい、うん、その自分らしさっていうのを見つけるためにやっぱり自分をどんどん掘り込んでいて、自分の対話っていうのがねかなり突き詰められるのがこの YouTube かなと思うんですよ、うん、本当こう撮影してると自分のこう鏡を見てるようなもんなんで、いや本当そうですよどこに嘘偽りがね入らないっていうかね、うんうん、まあ、それからやっぱり、うん、まあ、元々の自分でいることが最も伝わりやすいんじゃないかなと思うんですよ、うん、で考えが変わったら変わったってこともねきちんと恥ずかしがらずに伝えてもいいと思いますし、うん、勘違いしていた自分もきちんとね視聴者さんにお伝えしていけばそんな過酷な現状にはならないと思うんで、むしろ嘘を隠し続けると破綻が来るんでね、最近もなんかそういう YouTuber さんいらっしゃったみたいですけど、いやあのですね、前お客さんの中で昔そのお金持ちブランディングめっちゃ流行った時期あるじゃないですか、うん、ありましたね、はい、でその時にその集客、まあこれ未だに教えてる人いるかもしれないですけど、うんうん、そのまあ僕の塾生さんで、まあ、名前言えないですけど、うん、その一人その入ってきた人の中でご相談いただきまして、うん、その前に入ってた塾ではそのこうやれと、うんうん、こうやれば集客できると、でそのやり方がまあ、金持ちブランディングなんですよ、はいはい、だからその高級肉、うんうん、霜降り肉とか、はいはい、あとそのタワマンに住んでる風、うんうんうん、なんかそのロビーでなんか あれじゃないですか、流行ってましたよね、そうそう本当ロビーなんだけどなんかすぐ撮ってそれ風みたいな、はいはい、なそういうブランディングで集客しろと、うん、そうすれば集客ができると、だけどその方は違和感しかなくて、うん、いやいやいやこうなんかやりたくないと、うん、でそれでなんかやめて、まあ、僕の方来ていただいたんですけど、うん、どうすかね、その本当にそれだったらいいと思うんですけど、うん、そうなんかその集客するために無理やりはちょっとなんかその自分らしさを殺してまで嘘偽りをなんか固めるってきついと思うんですよね。あ、そうですね、そこまで腹がくくれてればできるんですけど多分そこまで、うん、あの嘘をつき続けるほど人間の精神はできてないんで、うん、どっかでねあの白状したいとかね、うん、逃れたいっていう気持ちにもなっちゃうんで、うん、無理はきますよね、うん、だからね結論素直な発信が一番いいと思います。絶対それがいいですよ、もう視聴者さんも正直を求めてるんでね、うん、嘘をインチキじゃなくて、うん、だから結局僕億万長者合宿でも言ったんですけど、その借金吉田さん成功してますねって言われた時に、うん、いや僕借金ありますけど借金ある人成功してるんですかって言いましたからね、うん、だからそう隠したいですよ、もう借金ありますよみたいな、うん、でそれで180万売ったんで、うん、借金あっても180万売れんだなみたいな、まあ、それは本当ね、あの吉田さんにはね一度いろいろと学ぶことがあって、はい、それも一つのエピソードだったりするんですよ、はいはい、確かにすげえなと、うん、あとはねなんかいやだって普通に考えおかしくないですか、おかしい、成功してんじゃないですかっつって、いや僕成功してますよ借金めっちゃあるんですけどみたいな、うん、そうそう、それはねカルチャーショックだったですねで僕はだからあの借金があることは言えなかったもん結局、うん、最初のいや僕もそうだったんですよ、うん、だけど素直でと試してったんですよ、うん、
まあ、言ってみたんですよ、うん、だけど大丈夫だったんで、あ、これいけるんだと、うん、だからそこからフレーム、だからやってみたことによってフレーム外れました、うんうん、ですよ、これ大きなヒントですよそう、だから借金があってもその成功とか成功じゃないっていう枠組み外れてね、これができるんだってことを伝えていいわけなんですよ、うん、で私の場合は最初の何2013年から始めてね、セルフバックから始めた時ってもろ借金でしたからね、そんな誰にも言えなかったですからね。いや、だから僕もね、当時一番最初表に出てた時に、うん、その広島だったかな、なんかセミナーやった時に、うん、あの休憩中に、いや吉谷さん、あのどれぐらい溜め込んでんすかみたいな、ちょっとやるすかみたいな言われまして、あ、いや、ご想像にお任せしますって全部それで返してたんですよ僕、うん、結構ちょいちょい言われたりとかしてたんで、はいはい、でも心の中では、いや今月の返済どうしようみたいな、あ、やっぱりね、うん、いやでも言えなかったですね僕も、言えないですね、うん、でもフレーム外れましたねやって、うんうん、だけど結局だから自分らしさに戻るんですけど、うん、僕らしさをやっぱ出すことによって僕のファンになってくれて、うん、吉田さんが習いたいっていう人がやっぱいてるんだなっていう、うんうん、そんな多くはないですよ、うん、まあ、だからそれを言うと、それを分かりやすく言うと信者ってやつなんですけど、多分信じてくれる人ですよね、うんうん、だからそれは素直を出してるから信じてくれる人がいいのかなっていう、うんうん、そうですね、まあ、考えてみるとね、借金があるからって離れる人は結局はね長くいてくれないんで、あの借金があってもきちんと前向きに向かう姿とかちゃんとビジネス姿を見せればね全然ついていけると思うんですよ、うん、で逆に言うと借金がない人の方が珍しいんでね世の中、みんな借金を返すためにやってたりとか、うん、何がしかのねローンや負債を抱えていたりとかね、マイナス要因ってあるんで、なんかそれをわざわざ話す必要はないけども、わざわざ隠す必要もないかなと思うんで、うん、まあ正直に話す時期をタイミングさえ間違えなければね、それも一つ の安定材料、信用材料になるんじゃないかと思いますね。あ、そうです、うん、タイミングは大事ですね、タイミングは、うん、だから僕も話したタイミングで結構ストックして信頼作ってきてっていう、うん、なんか結構その最初から、じゃあ最初から借金ありますよっていう話をしてなかったんで、うん、多分最初はそれで良かったのかもしれないですね。そうですね、最初はそうですね、うん、まあ、まあ別に言う必要もないし、うん、まあね、別にじゃあ、いや僕家のローンあって借金何千万あるんですって別に 言わなくてもいいわけです、言わなくてもいいですよね、まあ、聞かれればあれですけど、うんうん、まあ、僕が言った理由は単純に、まあ、こういう理由で本当に言ったんですけど、お客さんのアンケートを取った時に借金が理由でできませんみたいな、うん、そうですね、もうめちゃめちゃあったんですよ、うん、お金がないからできないとか、うん、借金がないからできないっていうアンケートがすげえ来て、うん、をブチ切れちゃって、ちょっといや俺めっちゃ借金あんのに借金があるから頑張んないといけないんちゃうのっていう、うん、まあ、それでちょっとプチンって切れてバーって喋っちゃったんですけど、いや俺もう今まで借金ね、毎月の返済きつい時も何回もあったけど、そのために頑張ってきたのに、借金やんだったら頑張れよみたいな、まあ確かに、ね、だから借金があるからできないっていうのはもう妙な話だと思う。そう、妙な話ですよね、うん、なんかいやだからまあ人の10倍20倍やんないといけないんちゃうの、うん、だけどなんか借金があるのにまたノウハウコレクターでまた借金するみたいな、どういうことやねんっていう、うんうん、まあそうやねそれどういうことやねんっていう、うん、なんかそこに対して僕はもうあの火を投下したんですけど、うん、そこがあったんで、うんうん、大事ですねそこはね、はい、あの借金があるからこそやんないといけないし、うん、いやそう本当そうじゃないですか、うん、いや余裕があったらやらなくてもいいんですよ逆にね、うん、余裕がないから困ってるんでしょって話なんでそうそうそう、だ今買えないといけないからこそ今買えないといけないし、うん、ね、今の収入のネットビジネスもしね情報発信いいなと思うんだったら、それがやんないといけないって自分で気づいてる、理解してる、いやだったらやるしかないじゃないですかって話で、うん、その通り、ね、うん、だから私も借金がある中でセルフバックから始めましたよ5000円、1万円と、そうそう、セルフバック5000ですみたいな、そうそう、セルフバックの家ですよこれ吉谷さんみたいな、見てくださいセルフバック5000ですって今日入りましたから、ね、入りましたセルフバック5000、全てがセルフバックから始まってるんで、これもこれもですよ、で未だにやってますからねそうそうそう、未だに、ね、8年目で、そうそう、未だにその撮影入る前にねセルフバックの案件で電話があったそうそうそうまだやってんのかみたいな ね、うん、ね、家のセルフバックとかね、そうそう、だ当時できなかった、そう、楽しそうにね、吉谷さんこのセルフバックは4年越しですみたいな、そう4年越しなんですよ昨日もね FX のセルフバックでこれ10万円ぐらい作ってるんですよ、はい、マジですか
マジですか。FX の口座作るだけで報酬もらえるわけでしょ、はい、今口座作るの楽勝ですからね、はい、で始めた場合ばかりの時って結構抵抗あったんですよ、作業慣れてないから。確かに確かに。でも今口座いくつ作ってきたんだっていう実績をもとに新しい FX の会社が立ち上げて、はい、客の口座作るために報酬1万とか2万出してくるんで、はい、また作りましたみたいなねFX のセルフバックのフォーマットありますからね、もうすでに免許証と身分証明書とみたいなバーッとアップロードして、もうほんと1分で済みます今だったら。今単価どれぐらいなんですか。今ね1万5000円から2万円ですね。あ、じゃあまた戻ってきたっていう感じですか。 FX 今報酬高いですね。あ、うん、クレジットカードちょっとおとなしいんですけど、うん、FX とか暗号通貨の取引所ちょっとおとなしくなったんですけど、うん、FX がその分だけやっぱりグッと出てきてます。案件も広いし、それからね、あのなんかって一定の条件をクリアしたらってところが結局ね、取引をしたらってやつなんですよ、はい、取引慣れてるんで、はい、いくらでもやりますから、ね、あ、そっかそっかそっか、金もあるし、そっか、だから5万円の取引を何回かしたらみたいなんだね、大抵は、大抵5万円ちょろすぎるだろうみたいな。なるほど、当時はできなかったですよ、5万円がないんでいやでもね、確かに今の理論なんですけど、まあ、当たり前なんですけど、やり込んでるから、うん、そう、取引も余裕だし、余裕、口座開設も余裕だし、みんな同じですよねやり方みんな同じなんで。確かにね。でもこれやったことがない人は、いや大丈夫かな口座この会社とかね。でしょ当時はそんな気持ちで僕もやってたんで、うん、1件がやっとだっすよ、1日。確かに重いでしょうね、一番最初。僕もだって DMM の FX の口座開設するとき重かったですもん、一番最初。なんかいろいろあるじゃないですか。そう、いろいろ。なんかしかもなんか規約チェックとかね。そうそう、規約に、うん、めんどくせえなみたいな、なんかね。そう、それがあったんで、さすがに2万円、3万円もらえると思っても、なんかこう抵抗、ありますね、うん。だからね、今、FX の案件が出たらすぐやりますね。あ、またこのテンプレね、チェックみたいな。そうそうそう。だからフォルダーに身分証明書のコピーの最新版があって、あ、そうです、スカスカスカって上がりますから、いちいちもうスキャンしないですから。めっちゃ楽勝ですよ。で、通ることが最初から分かってるんで、はい、うん、だから事業決済なんとかチェックするとかね、はい、利用規約チェックするとか、はい、FX の経験は何年ありますかとか、パパパパってもう質問一緒ですからまあクレジットカードも同じような感じで楽ですよね。まあクレジットもそうですね、うん、今クレジットカードどこも通るんで、当時と違って枚数さえ気をつけなければね。あ、だから昨日セブンプラスカード初めて作って。あ、マジですか。もう審査も通ったんです。いなんか1夜で通りましたよ。へ、前は1週間ぐらい審査があって、はい、結局ダメっていう例もあったんですけど、はい、今はもう全部通るんですよね。もう早速送りますみたいなこと返信が来てて、カードブラックしただったのに、ブラックだったのにもう完全抜けましたね昔カードブラックですよね、完全。カードブラックですねクレジットカード、そのツタヤのカードが作れなかったんですよ、ね、トイザラスもできなかったんですよトイザラス、うん、え、トイザラスでクレカですか。クレジットカード、はい、トイザラスのクレジットカードあったんですか。あったんですよ。で、商品券くれるから作ってくださいっていうのを書いたんですよ、はい、で、戻ってきたのが、あなたはちょっと受けれませんみたいなねトイザラス見送らせていただきますみたいなトイザラス、うん、それちょっと面白いですね。で、今年はなんかプラチナのインビテーションが結構来てて、はい、で、まあ3社ぐらいに絞って入らせてもらったんですけども、はい、あ、プラチナカードの特典使ったんですけど、むちゃくちゃ良かったですよ。あ、なんか動画で言ってましたね。なんかホテルを予約するとコンシェルジュもつくんですけども、はい、コンシェルジュをお願いするとなんか2ランクぐらい上のやつをね取ってくれて、行ってみたらすごいいいとこだったみたいな、この前京都でもあったんですけど、はい、で、子供連れで行ったら子供への配慮もあったりとか、プレゼントくれたりとか、まあそれは普通のお客さんにもやるのかもしれませんけども、なんか前提としてプレミアムで頼んでるっていう風な感覚がこっちにあるんで、すべてがそのために用意されたんじゃないかって錯覚にも落ちるんで、るダブルで良かったですね。なるほどね、うん、で、室内電話でルームサービスとか頼むんですけども、はい、コール2回で出てくれるみたいな、久保様お待たせしましたとか言って、待ってないよみたいなねまだメニュー決まってないのになみたいな2コールだよみたいな、だからその辺も込みで、なんかやってくれてるなみたいなところが勝手にかもしれないですけども受け止められて、で、コンシェルジュサービスむちゃくちゃいいなと思いましたね。で、コンシェルジュ今3社ついてるんで、コンシェルジュの相見積もりができるんですよね。同じプランを3社にちょっとお願いしといて、一番いいの取るみたいな。いや、それもあれじゃないですか、コンシェルジュや、比較してみたみたいな。はい、はい。すごいですね。すごい良かった。もう本当思ったより良くって。ただこれもプラチナね、取らせてもらうまでは全く知らない世界で、それこそカードができるかできないかっていう勝負だったんでね、当時は。今本当に良くなったかなと思いますね、そういう面では。カードも本当に通りやすいっていうかね、まあ定期的に解約してるからでしょうけどね、きっとね、まあ本当助かってますよ、セルフバックに始まり、未だにやっているという、まあ、そういうところがありますね。どれを見てもセルフバック思い出す、ね、本当に病気になりそういやね、本当ね、多分ね、ここまでやってる人いないですよ、まあ、いないですね、それは僕もね、自負がありますね、セルフバック、ここまで僕もね
あの自慢されてましたからね、本当に4年越しでできるんですみたいな、うん、そうそうそう、はい、ということで40分結構喋りました、ね、はい、ありがとうございます、はい、まああの結局、まあ、億万長者合宿もまた続くわけなんですけど、うん、なんか続けられない人に何かメッセージいただけると、うん、あ、続けられない、これね、だからいつも同じなんですけども、はい、ほとんどの人はやっぱ続かないですよ、うん、だから続ける人が一人勝ちするんで、うん、あなただけは続けてください。あ、そうですね、それで勝ちですよ。あなただけは続けてくださいと、うん、この動画を見てるあなただけは続けてくれと、はい、もうこれに言ってんですよね。そうなんですよ、うん、あのまさにね、誰もが成功できるわけじゃないっていうふうな言葉が全て真実です、うん、だから誰もができないんで、あなただけ成功すればいいです。まあそうですね、あなただけ、そうそう、あなただけ全員成功しなきゃいけないんで、みんな続けられないから、あなただけ続けてあなただけ成功しろと、はい、これいいんじゃないですか、はい、うん、そうなんですよ、妙な投資に行く必要もないしね、そう、なんかよくわけのわかんないね、ノウハウ買わなくても全然大丈夫です。ノウハウコレクターの方より私は詳しくないですからね。うん、あ、そう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 、いやそっちの方が詳しいんじゃないですか。でも前セミナーやった時にね、そのめっちゃ自慢されましたからね、うん、いや この人はこうで、この人はこうで、うん、この人はいやそれ知ってて何か意味あるのかなみたいな、そうなんですそのインフォプレナーの人をみんな超詳しくしてるんですよ、はい、うん、そうなんですよね、すげえ自慢場に、いや知らないその人みたいな、ほんと知らないですよね。だからまあいい意味でも悪い意味でもこういう風にならないと、視野狭窄にならないと、視野が狭くならないといけない部分があるんですよ、うん、他のね販売者のこと詳しくなくていいし、あっちの動画こっちの動画見なくても全然いいんですよ。見てないですからね、本当 YouTube を毎日アップロードしてるのに人の動画見てないですからね、うん、こんな世間知らずはいないですよ。だからこそうまくいくんですよ、うん、そうですね、だ僕もほとんど見てないです。ただ見るとするならば聞くっていう感じですね、うん、僕はその成功してる人の考え方を、うん、まあまああのちょっと栄養っていうか、まあ生きていく上で栄養って必要じゃないですか、うん、はいはい、あのご飯食べるとか、はい、だから脳にも栄養必要だと僕は思ってるんで、あのずっと話し続けてるとちょっと枯渇する時があるんで、うん、サプリメントみたいないろんな人のちょっと話をね、うん、いい話を入れてみたいな感じにするだけで、うん、なんかそういうのはないですね。なんかあの、うん、ブレるっていう自分の発信がぶつ、じゃあそれでブレんのかっていうのはないですね。うん、確かにないですね、うん。だからそのセンターピンっていうか自分の発信っていうか自分の情報発信、まあ、久保さんも僕もそうなんですけど、まあ、発信しろっていうことを言ってますけど、この発信をベースにしてなんかサプリメント的ななんか栄養としてなんかその他の人の話を聞くとかいいと思うんですけど。うん、なんかまさにね、うん、補助的なもんですよね。あ、そう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 ですね。9割は自分の発信があって、あ、そうですそうですそうです、ね、で自分の発信によってまたフィードバック学びがあるんですよ、うん、発信したことによってまた気づける自分の、あの、あれが溜まっていくんです、アナリティクスが溜まっていくんですよね、うん、そうそうそう、はい、どの発信したらどうなったかなっていうのは自分だけにしかないノウハウで、うん、自分だけのものなんですよ、うん、他のどんな億万長者が成功したノウハウよりも当てになるんですよ、うん、ここがまあ全てなんで、発信という行動をしてなければもう何にも生まれないんで、それこそ人の優秀なノウハウを持ってきてもね、結局使えなくなったりするんですよ、うん、とにかく長い間は使えないんで、うん、まあそろそろね、脱他者思考をしていただければ、うん、もう自分らしく生きていただければ、うん、それが唯一のものになるんじゃないですかね、うん、はい、ということでございます、はい、長くなりましたけどもね、はい、皆さんここまで見ていただきましてありがとうございます、はい、また億万長者シリーズ1万本続きますので、はい、一年の間限り、まあ、そちらもねずっと見れますから、やっていきましょう。ではありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。